稲城里は三浦総群に属する最佐層で、多摩丘陵北部地域一帯に分布する、檜山なり砂湿度。多摩ニュータウン開発において、その土質工学的な性質が研究、注目されるようになった。その名称は、多摩ニュータウン区域の最東部に位置する稲城市に由来する。稲城佐僧は、鉱石層の関東ローム層と、御殿峠歴層の階に分布し、連鉱寺五層。 平山佐宗、及び大矢部霊岩宗ともに三浦総軍に属する。土質正常としては、流形が揃っており、均等係数の小さい細いさとして特徴づけられ、流土分布の良好な砂に比べると、締め固めの指向性は劣る。しかし、支持力、地帯力は非常に高く、埋設官房後の埋め戻し材や様々な基礎材などの土木資材として用いられ、 高度経済性長期には地下鉄建設などの利用に大量の土砂採取が行われた。石英と長石を造眼鉱物とし、粒子形状は比較的丸みを帯び、細長度 0.75, 修正円窓0.42程度である。2以下の粒子解析ではハロイサイトが確認されているが、微量であるため土質工学的な影響は少ないものと考えられている。 土壌分析では腐食を欠き、保水性に乏しい弱酸性土である。流土素性は、砂分が82から94%、シルト分は5から18%で、均等係数は1.6から3.1程度である。飽和度60から70%程度の不飽和度で、あり、自然岩水比付近が最適岩水比となる。露天の状態では、地表流水により侵食されやすく、 造成工事などにおいては、勾配や排水処理に留意を要する。侵食されやすい正常については、適切な勾配、排水処理などに留意すれば、安定を保つことができる。また、相対密度70%以上に締め固めれば、液状化はせず、液状化はしがたい砂と言える。感激比0.83以下では過剰感激水圧は上昇せず、この値は、 通常の思考で容易に得られる値である。こうした性質から、築定のようなものには不適だが、宅地造成や基礎材などへの利用としては安定した大変優れた良質土砂である。日本住宅公団、社団法人日本宅地開発協会により、稲木綱に対する土工設計基準が定められている。ありがとうございます。